属性神社は、香川県観音寺市にある神社、さぬき国神田軍の式内社、旧社閣は、県社、富士目山の麓、岩鍋池の阿ぜにある。境内には、約3000株のアジサイが植えられており、6月の第3日曜日には、アジサイ祭りが開催される。別名のアジサイのみや、あじさ神社はこのアジサイから呼ばれるようになったという、創建時期は不明。 サヌキインベ氏がこの地を開墾した際、宇治神の飴の太玉の命を祀ったのが始まりと伝えられる。俗位は阿波国、または安防国から転じたという。かつては、勝田大明神と称し、神田軍の由来となったという。かつての鎮座地は、現在の鎮座地より南方約600メートルのところという。大道2年に消失し、観光元年に、 杉尾神社の地に潜座したという、室町時代、藤目山の山頂には藤目城が築かれていた。天正六年に、長祖壁元地下が、藤目城主の斉藤下嘘守を、調略、降伏させた。元親は、藤目城に、桑名太郎左衛門と、浜田前衛門を入れていたが、阿波の三好阿里は、配下の、聖通寺城主、奈良太郎兵勝政に、これらの撃退を命じる。 奈良市は長尾隅守る、はゆか伊豆守る、香川民部将友と共に、藤目城を攻め、これを奪回。藤目城を奪い返された長祖壁勢は、秋には今度は目線を変えて、美濃郡最多の本、篠城を攻略。そして、本、篠城を出城にして、冬には再び、藤目城を攻め、これを再度小中に収めた。これが、元親の佐抜攻略の前哨戦となった。 この陛下で、属性新社も消失し、建物のほか、記録や、宝物も失ったとされる。多くの香川県下の寺社がそうであるように戦火で、どの勢力が行ったものか、あるいは戦火ではない理由があるのか判然としないまま、寺社が焼かれたとの伝承か残っている場合はすべて、長祖壁元地下が行ったこととなっており、この寺も例に漏れることなく、長祖壁が焼いたことになっている。後に、 この藤目城、二の丸跡が、お旅所とされ、昭和初期まで利用していたという。現那六年、生駒正都市により再建される。明治十二年に県社に列せられる。平成十三年、現在の社殿が築かれる。杉尾社本殿に向かって左奥から手前へ。集合拙者本殿に向かって、右奥の集合拙者ほかあじさ祭りの境内。ありがとうございます。